やっぱり宝箱。私が開けよう。ジュン、ダメ。私も混乱してる。君と同じように。おもちゃの指輪かな。夜店とかで売ってるやつ。私も昔持ってたな。お姫様みたいで自慢の宝物だった。で、ゼン、何か思い出したか？私はこの世界で何かを探していた。霊が泣いたからだ。だが私にはその何かが見つけられなかった。霊、この指輪は君のだろう。知らない。それならなぜ触っちゃダメだと言ったんだ？わかんないよ。ダメだと思ったんだもん。前の迷宮で見つけたウサギのぬいぐるみ、あれもだ。なぜ迷宮の奥に例のものがある？全嫌い。嫌い？私を？全がいけないんだもん。もう知らない。ないでくれ。すまない、私のせいだな。なんかうちら邪魔者。一人目は寒さが答えるクマね。今ならクマのここ空いてますけど。一生空いてんでしょ。皆さんお疲れ様です。戻ってきたらベルベットルームに来てください。また鍵が外れそうです。鍵が。やはり仮説は正しかったようだな。直後に鍵がカタカタって動き出したんです。やはり迷宮とこの鍵は連動していると考えていいだろう。残り2つの迷宮をめぐり、その番人が守っているものを手に入れれば、おそらくは我々がいた世界へと帰る扉が開く。この扉があなた方の住む現実世界へとつながるのは間違いないでしょう。いろいろと確かめたのだけれど、扉の先にシャドウの気配はないようですし、片方の扉からは私のよく知っている世界の気配がいたします。そしてもう片方からはエリザベスたちがよく知っている匂いがすると。これで半分ってとこか。案外楽に終わりそうだな。リーダーがへばってどうするの。ま、そう急ぐこともなさそうだ。十分準備をすれば問題ないさ。次の迷宮ですが、リセちゃんと探り当てました。放課後悪霊クラブっていう出し物で、場所は2年4組です。2年4組。
八十神高校って各学年とも3組までだよね。その出し物の名前ダメなやつじゃん。名前からしてお化け屋敷でしょうか。小さな怖いんですか、大人なのに。言ってやるってば。では皆様、お気をつけていってらっしゃいませ。